パーティーからトルマリン。これ外で見るとまたぐーっとこのピンク結構な、何ピンクって言ったらいいんだろう、落ち着いてるけどビビッド系のピンクっていうか、なんて言ったらいいんだ、ラズベリー系ピンクっていうか、可愛いです。そしてカーキ、ゴールド、イエローかな、オレンジと、またカーキっていう感じのサンドイッチですね。いい存在感をして、虹もちょっと近くしたね。ナイスパーティーカラーです。10月の誕生石。パーティーカラートルマリン 7.33。吉村作品ですね。いや、面白い。非常に面白いですね、これ。ツルツル。そしてこの美色のラズベリーカラーと。カーキ、ゴールド、グリーン、混ざり合う、混ざり合ってないな、ボーダーになってますね。非常に面白い作品です。で、結構なんていうのかな、インクル、チューブインクルというか、毛髪インクルというか、まあ、チューブインクルかな、トルマリンだからもあったりして、もうなんかトルマリンがギューッと詰まってるっていうような作品ですね。とっても可愛いです。なんて枕みたいな感じの形。あ、これピンセットですね。このグリーンのところはアクロライトというか、色がスッと抜けてるところがあったりして面白いですね。本当に見応えあります。この黒いチューブインクル非常に面白いですね。肉眼でパッと方向的にちょっとわからなかったりするんですけど、こうやっていろんな角度から見ると面白さ感じていただけると思います。動画の後半はですね、ちょっと懐かしい映像になるんですけれども、タイのカンチャナブリーの方でですね、あ、これよくウェブサイトとかでも使う画像なんですけど、この木なんの木の木ですね、カンチャナブリーにあるこの木なんの木に行った時の、まあ、散歩してるっていうか、この周りをちょっと動画撮ったりしてるんで、それをちょっとゆっくりご覧いただければと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ベルマーク、リマインダー設定などよろしくお願いいたします。ありがとうございました。失礼します。